村上宗隆、開幕戦第1打席にランに野球ファン衝撃、村上様降臨、この球をホームランに。侍ジャパンメンバーのヤクルト村上宗隆内野手が、今季初戦第1打席で、1号2ランをバックスクリーン左に叩き込んだ。WBC では長く苦しんだ村上様のいきなりの一撃に、ヤクルトファンで箱根駅伝の3代目山の神菅野大地はツイッターでマジかよ、と、驚きをつぶやいた。ツイッター上では村上様などがトレンド入り。村上様降臨、村上様いきなりホームラン打ってるやん、村上様、WBC の準決勝、決勝がいい追い風になってるねなどの歓声や、沈むカーブを仕留めたことにこの球をホームランにすんのかよと呆れる声も。センターへ、変化球を捉えた、この打球は、スタンドに飛び込んだ、高々と右手を掲げました。やばすぎわろた。今年も最高や。村上目覚めさせたメキシコオーラム。飽き飽きでアメリカから帰ってきたな。お前やっぱ国内線やわう。何このポーズ。カッコつけてるつもりなのか知らんけど、カッコいいところがダサくて滑ってるよ。広島なんて薬がないと勝てない球団と試合をやる意味ないだろう。大瀬良とかいう三流は WBC を経験した選手からすれば打てて当然。WBC でホカホカに温まったようですね。そりゃ日本じゃ的なしだわな。WBC とかいうパワーアップイベントを。ヤクルトの優勝を確信したわ。もう閉幕でいいやろ。チャンネル登録よろしくお願いします。